はい、というわけでね、本日はカレールーを使わずにスパイスだけを使ったスパイスカレー作りたいと思います。スパイスカレーって言ったらね、なんか難しそうなイメージあると思うんですけれども、意外とね簡単にできるんでね、よかったらね皆さんチャレンジしてみてください。それでは早速作っていきましょう。材料の方紹介していきます。まずね、どれからいきましょうか。こちらいきましょうか。玉ねぎ2つ、これね大きさ的にひょっとしたらもう半分ぐらい入れるかもしれませんけど、これぐらいで多分いけると思います。で、こちらねかまぼこ、ちょっと白飛びしてるか、かまぼこがね1つです。そして、油揚げ、これお好みでね入れてください。これ2枚です。そして、今回で豚の細切れ買ってきました。だいたいね 300g ぐらい入ってるんですけど、これもお好みで調整してください。で最後、カレーうどんといえば和なイメージなんで長ネギ入れます。今回ね、あの材料の方なんですが、かなりの量作るんで、一般のご家庭だとこれのね半分ぐらいでいけると思います。それではね、続きまして調味料の方いきますね。まずこちら、はい、めんつゆなんですけれども、4倍濃縮のもの 150cc 準備しました。そしてね、これを薄めるのに今ねここには置いてないんですけど、水の方1リッター弱、だいたい 900cc ほど準備してください。次はこちらですね、本だしです。本だしはね1袋 8g ほど入ってると思うんですが、だいたい2袋用意してください。足らなかったらねまた足していきましょう。主役のスパイスなんですが、もう準備してあるんですが、結構ねいろんな種類入ってるんで、ここにねパッて書いておきますんで確認してください。で、隠し味となります蜂蜜、こちらね砂糖でもいいんですけども、僕は蜂蜜好きなんで蜂蜜使います。最後なんですが、とろみを出すために本来であれば片栗粉を使うと思うんですが、今回ねこの山芋パウダーを使ってとろみをどこまで出せるかやってみます。足らなかったらねこの片栗粉使っていきます。はい、材料は以上です。これでそれでは早速作っていきましょう。はい、今回はねうどんはこの冷凍のうどん使いたいと思います。ちょっとねもう至る所で白飛びしてると思うんですけども、今回はねこの冷凍のうどんを使いたいと思います。なんでこれを使うかっていうのは最後にねお教えしますんでね、お楽しみに。
はい、完成しました。それではね、早速食べてみたいと思います。ちょっとね、今ここ荒れてるんですけども、お気になさらず。いただきます。うん、うまい。やっぱね、この冷凍うどんが最強です。はい、というわけで、ね、本日はカレールーを使わずにスパイスだけで作るね、スパイスカレーうどんを作ってみました。最初に言ってたみたいにね、なぜ冷凍うどんをね使うかというと、いろんなねうどんを試してみた結果、この冷凍うどんがね一番しっくりきてたんですよ。まあね、お好みでね、変えていただいて全然大丈夫だと思うんですけど、一回ね、騙されたと思って冷凍うどん使ってみてください。スパイスの方なんですけれど、難しそうに見えますが、意外とね、これね、普通のスーパーでね、全部揃うもんなんですよ。まあ、途中で使ったね、マキシマムスパイス、あれも塩と胡椒でね、代用も可能ですし、下手したらね、100均とかでも売ってるんちゃうかなっていうようなものを使ってますんでね、本当にね、簡単に美味しくできますんで、かなりおすすめのメニューです。そして、ベースのスパイスはね、クミン、コリアンダー、ターメリック、ガラムマサラに、カイエンペッパー、これをね変えなければ、カルダモンもねほんの少ししか入れてませんし、いろんなものを足したらね全然ねまた変わった味を楽しめると思いますので、そういうのもね研究してみるのも面白いかもしれません。はい、というわけで本日の動画は以上となります。この動画美味しそう、役に立ちそうだったら、グッドボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーさんのオムニゴーでした。グッバー。